はい、どうも皆さん、こんにちは。きなこでございます。今回はですね、ドラゴンエスケープの方をやっていきたいと思います。お久しぶりですね、ドラゴンエスケープをやるのは。ね、なぜこの喋り方なのか、この喋り方なのかと言いますと、ですね、今回、滑舌の悪いきなキャピが実況してみて、やってみたいと思います。やってみたいと思います。今回やっていくわけなんですが、スターウォーズじゃなくて、スカイランドですね、スカイランド。では、やっていこうと思います。やっぱりですね、敵が強くなってますね。強くなってますね。強くなってますね、ほんと。やっぱ強い敵がいた方が楽しいですけど、その代わりゴールもしづらくなったってみたいに、ドラゴンもですね、速くなりまして、今回ちょっと僕が速いんで、敵がおかけしてる。おかけできてないんですけども、まあ、やっぱりですね、無理ですね、滑舌が悪い実況者っていうのは、難しい。よし、やっていこうやっていこう。結構いい感じだね。いやー、確実はね、悪い知り合いがいてですね、その人の真似をちょっとしてみようと思ったんですけども、うん、OK! ナイスナイス、おワンチャンワンチャンゴール、俺1位。エンドパル、くそ、味方も味方じゃなかった、プレイヤーもしてたのか。ちなみに今回使ってた、エンドパールなんですけども、 5000XP じゃなかった、5000ジェム、ここのマップじゃん、サーバージェムですね、で買えるこちらの職業。これは何を使うかって言いますと、普通にね、エンドパールっていうと遠くに飛んでくるイメージあるじゃないですか。なんですけども、まあこちらの職業はですね、落ちた時とか、あ、最初の方で落ちちゃったみたいな時に、エンダーパール使うとですね、今1位のプレイヤーかな、1位のプレイヤーじゃない、一番近いプレイヤーに、ワープできるんですね。だから多分名前もワーパーって名前なんですけども、はい。なんで、まあ、これは正直飛んでいくって感じというよりは、落ちた時対策、うん、って感じですね。で、今失敗したのは多分もう一人も落ちてたんで、今で、ああなったって感じですね。はい、だ、もう一試合ね、ちょっと今悔しかったんで、もう一試合やっていこうと思います。はい、戻ってまいりました、やっていきたいと思います。今回新マップですね、新マップやっていこうと思います。今回から確実がね、悪くなった実況者キナカピっていうのをね、取り入れていこうかなと思ってます。いや、あっ、こういう時のエンダーパー、 OK、分かりました。今のはエンダーパールを見せるためにわざと落ちました。まあそういうのもね、やっぱ実況者は大切だと思う。やばい、ゴール後ろの方だぞ、まあ、落ち着いて、やっぱね、落ち着くこと人生大切なんで。おい、いいぞ、ナイスだ、ボット、アイボット、おい、いい感じ。もうちょっと滑舌あるんでやめますね、ちょっと集中できなくなるんで。こっち、おえ、いける、これ楽しいよね、ほんと、サスケ的な、サスケとはちょっと別だけど、どうカットしてわずか5秒で始まったじゃん。というわけで、この自分が大嫌いなやっていきたいと思います。頼むよ、頼むぜ、マジでこんなとこで失敗すんね、俺。おえ、いい感じ、おえ、あ、これそっちの方がいい感じ、はい、失礼します。いいね、分かんないところはね、エンダーパール使えるっていうのがいいよねー。生きろ、ナイス、頑張れ俺、うおい、ナイス、バカ、 DNA と置いて許さねえぞ、マジで頼む、生きて。ナイス、あ、ミスった場所もマジゴールラスやパーハー、ジョブンチュー、ハハ、
嘘だろマジ TNT 置いて誰だよ今前でよ起き上がった気違いマジさこのゲームはさゴールをするってのが最終目標だろなんでそういう味方殺しをするんだクソパッキンだぜマジでではこの人を見てね最後終わりたいと思いますくっそ悔しいないけたんだけどな TNT なかったらあ TNT なかったら優勝じゃないわゴールできたんだけどなやっぱいやきちいなやきちいなマジできついですねほんとちなみに僕韓国人じゃないんであんな変なちょっとハングル語喋ったんですけどあれは別ハングル語じゃない頑張れゴールドマイナーいいぞ頑張れ金のマインクラフターだろ頑張ってくれマイナーってどういう意味だっけマインかこれマイン私あ惜しいおおおおおまさかのお耐えろおいすごくないか今のいい必殺技だなあはいというわけでね惜しかったですねこの人結構惜しかったけどもグッドジョブでしたそうだねドラゴンエスケープまたいつか出すと思うのでぜひねコメント高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた見てくださいありがとうございましたバイバイ